はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今週も週刊棋戦速報をやっていきます。まず早速、藤井五冠の直近の成績及び直近の対局予定見ていきます。藤井五冠は渡辺王将から4勝0敗で王将位を獲得して見事に史上4人目の五冠になりました。そして3月9日が今期の最終戦となります。順位戦 B 級1組、佐々木勇気七段戦ですね。もし勝てば5年連続の年間勝率8割以上、そして A 級昇級を達成するということになります。そして4月16日、17日に行われます人間将棋に藤井五冠が参加することが決定しました。対局者として参加するか、それとも解説者として参加するかっていうのはちょっとまだ未定のようです。もし対局する場合は男性棋士の誰かと対戦となります。こちらも決まり次第、また改めて続報をやっていきます。そして4月から6月頃は叡王戦5番勝負、6月から8月頃棋聖戦5番勝負、同じ時期に王位戦7番勝負が、藤井五冠防衛戦が立て続けに行われます。果たして防衛することができるかどうか注目ですね。続きまして、連勝勝率ランキング見ていきます。藤井五冠が19連勝で今期の連勝賞確定となりました。2位以下に大差をつけての19連勝。ね。そして勝率ランキングは伊藤匠四段が8割1分6厘、藤井五冠が8割1分0厘ということで激しく競り合っております。この戦いは最後の最後まで続きそうですね。一応この4位の西田五段あたりまでが勝率1位、最後まで争うという形になりそうです。藤井五冠は最終戦勝てば8割以上キープで終われますが、敗れると7割9分9厘となりまして、ギリギリ8割以下となってしまいます。ということで、続きまして対局数、勝ち数ランキング見ていきます。対局数は藤井五冠が63局、2位の永瀬王座に12局差をつけて、大差で1位を確定させました。そして勝ち数ランキングも藤井五冠が51勝で2位の伊藤四段に11局つけて、大差で1位を確定させております。続きまして棋王戦予選見ていきます。里見女流五冠が初戦の浦野八段の大逆転勝ち、そして澤田七段戦、こちらも逆転勝ちで見事に3回戦進出を決めました。澤田七段といえば今期 B 級2組から B 級1組に一戦残して昇級を決めた非常に強い棋士で、まあ、かなり、このトーナメント表の中だとレーティング的にも一番上の相手ということで、まあ、ちょっと厳しいかなと思っていたんですが、蓋を開けてみれば見事な逆転勝ちでした。これで3回戦、澤田七段の次にこのトーナメント表の中ではレーティングの高い池永五段と、これまた強敵と当たってしまいますが、果たして勝ち抜くことができるかどうか注目して見ていきたいなと思っております。あと1つ、2つ、そして3つ勝てば決勝トーナメント進出となります。続きまして叡王戦決勝トーナメント見ていきます。斉藤八段が藤井猛九段に勝って1回戦突破、2回戦は村田六段対出口五段戦の勝者と当たります。そしてその下に行きまして、佐藤天彦九段が糸谷八段を、そして丸山九段が山崎八段を下して、2回戦に駒を進めました。そして右の山に行きまして、船江六段が佐々木大地五段を、近藤七段が三浦九段を下して2回戦に駒を進めております。続いて豊島九段は最年長中田八段を下して、見事に1回戦突破となりました。まあ、このトーナメント表の中では54歳の中田八段が一番最年長だったんですが、まあ、残念ながら初戦敗退となりました。豊島九段さすがの強さを見せております。2回戦は八代七段対服部四段戦の勝者と豊島九段の対局となります。ということで続きまして棋聖戦見ていきます。こちらは初戦が行われまして、開幕戦が行われまして、鈴木九段が今季 B 級1組に昇級を決めた中村太地七段を下して見事に2回戦進出となりました。こちらも誰が藤井棋聖に挑戦するか大いに注目ですね。続きまして王位リーグ見ていきます。こちら久保九段対羽生九段戦は久保九段が羽生九段に逆転勝ちして幸先のいい白星となりました。そして池永五段は予選で渡辺名人を下した千葉七段に勝って1勝0敗白星スタートとなっております。続きまして竜王戦見ていきます。
こちらは1回戦を突破した永瀬王座対松尾八段、そして羽生九段対丸山九段の対戦が決まりました。右の山に行きまして山崎八段対佐藤天彦九段の対戦も決まっております。そして八代七段は渡辺名人に勝ちまして見事にベスト4進出となりました。決勝トーナメントまであと一歩というところですね。ちなみに八代七段は渡辺名人に対して3連勝中でございます。続きまして竜王戦2組見ていきます。まず下の方から行きまして、森内九段は千田七段、そして増田六段と若手の強敵を下して見事にベスト4進出となりました。そしてその下に行きまして、佐藤康光九段は初戦シードで屋敷九段を倒して、こちらもベスト4進出となります。次は森内九段と、決勝進出をかけて対局ということになりました。そして上に行きまして、都成七段対深浦九段、そして広瀬八段対三枚堂七段の対戦も決まっております。続きまして順位戦見ていきます。 A 級順位戦は斉藤八段が挑戦、そして羽生九段と山崎八段が残念ながら陥落することが決まりました。羽生九段は来期 B 級1組の1位、山崎八段は B 級1組の2位となることが決まっております。続きまして B 級1組見ていきます。こちらは熾烈な昇級争いとなりました。藤井竜王、稲葉八段、そして千田七段、この3名のうち2名が A 級に昇級することが決まっております。今のところ一番有利なのが9勝2敗の藤井竜王、最終戦佐々木七段に勝てば昇級となります。藤井竜王がもし敗れた場合、稲葉八段そして千田七段が揃って勝った場合は、藤井竜王が頭跳ねで昇級ならずとなります。稲葉八段千田七段のうちどちらかが敗れれば藤井竜王、敗れても昇級ということになります。そしてこの中で誰が上がるか注目ですね。そして松尾八段は2勝9敗となりまして、残念ながら B 級2組への陥落が決まりました。また今のところ高級圏内、阿久津八段、久保九段となっておりまして、木村九段、久保九段、阿久津八段のうち2名が補給するという形になっております。木村九段が勝った場合は久保九段と阿久津八段が高級、そして木村九段が敗れた場合は久保九段、阿久津八段、勝てば残留の目が出てくるという形ですね。ということで続きまして B 級2組見ていきます。こちらは澤田七段、そして中村太地七段が8勝1敗となりまして、11回戦残して見事に昇級となりました。そして昇級枠3つなんですが、残り1枠丸山九段、鈴木九段、ベテランの一騎打ちとなりました。最終戦丸山九段が勝てばそのまま昇級、敗れますと鈴木九段が中村太地七段を下せば逆転昇級となります。丸山九段が勝てば昇級、敗れても鈴木九段が敗れればやはり丸山九段が昇級、鈴木九段が勝ち丸山九段が敗れた場合のみ鈴木九段の逆転昇級となります。続きまして C 級1組順位戦見ていきます。こちら昇級枠3つとなっております。及川七段が8勝1敗となりまして、一戦残して見事に B 級2組への昇級を決めました。順位が7位と非常に高かったことも幸いして一戦残しての昇級ということですね。そして大橋六段も同じく8勝1敗なんですが、こちら昇級してきたばかりということで、順位が悪いためまだ確定ではないという状況になっております。最終戦で勝てば文句なしの昇級、敗れますと飯島八段か高橋九段のどちらかが敗れないと昇級ならずということになります。そして飯島八段までが今のところ自力昇級圏内、勝てば昇級というところですね。そして61歳の高橋九段、今のところ4番手につけております。最終戦自身が仙崎九段に勝ち、大橋六段か飯島八段どちらかが敗れれば61歳史上最年長での B 級2組昇級ということになります。最年長記録もぜひ見てみたいなと個人的には大注目で見ております。続きまして C 級2組見ていきます。こちらは次3月10日に行われますが、まず西田五段が一戦残して9勝0敗で見事に昇級を決めました。そして服部四段は8勝1敗ですね。そして渡辺四段8勝1敗ということで、今のところこの2名が自力昇級圏内となっております。そして大注目の大型新人伊藤匠四段は8勝1敗で今のところ4番手になりました。最終戦勝って、そして渡辺四段か服部四段どちらかが敗れますと逆転昇級となりますが、果たしてどうなるかこちらも注目ですね。続きまして朝日杯見ていきます。こちらは
準決勝、佐藤天彦九段対菅井八段、そして右の山に行きまして、永瀬王座対稲葉八段の対戦が決まっております。でこちらは準決勝、そして決勝が2月23日に2局行われます。続きまして NHK 杯戦見ていきます。まず A ブロックですが、松尾八段が千田七段を下しベスト4、そして右の山に行きまして、深浦九段が佐藤康光九段を下してベスト4となりました。深浦九段は藤井竜王を下すなど絶好調で、見事にベスト4に駆け上がってきました。続きまして B ブロック見ていきます。こちらは羽生九段が出口五段を単手数で下して見事にベスト4となりました。次は豊島九段対佐藤天彦九段戦の勝者と決勝進出をかけて対局が決まっております。続きまして女流タイトル棋戦概要を見ていきます。まず女流王位戦ですが、白組リーグ加藤清麗が3勝1敗、西山2冠が4勝0敗となっております。そして赤組は香川女流三段が3勝1敗、渡辺三段が4勝0敗となっております。今のところ、西山二冠と渡辺三段がリードという状況ですね。そしてマイナビオープン女王戦ですが、こちらは山根二段対里見五冠で挑戦者決定戦となりました。勝者が西山女王と対決ということになります。そして女流名人戦は里見名人がカド番をしのいで1勝2敗となりました。伊藤挑戦者に対して1勝2敗ですね。第4局2月24日に行われます。伊藤挑戦者が奪取するか、それとも里見名人がもう1回角番をしのいでタイに戻すか、こちらも大いに注目の対局となっております。続きまして三段リーグ見ていきます。こちらは近年稀に見る、壮絶な昇段争いとなりました。岡部三段、徳田三段が14勝2敗、そして片山三段が13勝3敗ということで、超がつくハイレベルな昇段争いとなっております。上がれるのは上位2名だけですね。3位は次点となります。ということで今のところ岡部三段、徳田三段が非常に有利な状況となりました。岡部三段はマジック1、勝てば昇段確定となります。徳田三段は順位が片山三段や岡部三段より低いため、一つでも負けてしまうと危ない状況になります。ということで、この3人のうち、2名が2位以内に入ることが確定となっております。そして、増木三段、三田三段は2位以内には今季入れないことが確定しているんですが、もし自身が連勝して片山三段が連敗した場合のみ、次点2つで昇段という可能性が残されております。ということで、昇段争い上位5名に絞られました。上位2名に入れるのは今もうこの岡部三段、徳田三段、そして片山三段の3人のうち2人だけと、そして増木三段、三田三段は次点2つでの逆転昇段を狙うと、そういう形になっております。ということで中三段は8勝8敗となりました。唯一女性三段として注目される中三段は8勝8敗の差し分けとなっております。最終日に勝ち越しをかけるという形になりました。続きまして8大棋戦概要を見ていきます。まず名人戦は斉藤八段が8勝0敗で挑戦、羽生九段は29期連続続いた A 級以上からとうとう陥落となってしまいました。そして藤井竜王は4連勝で渡辺王将からダッシュ、史上4人目の五冠王となりました。そして棋王戦は渡辺棋王が永瀬挑戦者相手に連勝でとうとう10連覇に王手となりました。本当に強いですね。第3局3月6日に行われます。ということで続きまして今週の注目対局見ていきます。2月23日祝日、水曜日ですが祝日、朝日杯準決勝と決勝が行われます。まず永瀬王座対稲葉八段、そして佐藤天彦九段対菅井八段が行われまして、この1、2の勝者で決勝戦が行われます。そして2月24日木曜日、女流名人戦第4局里見女流名人対伊藤挑戦者の戦いが行われます。また王位リーグ佐々木大地五段対伊藤匠四段の注目対決もあります。そして叡王戦決勝トーナメント、村田六段対出口五段戦、そして棋聖戦決勝トーナメント、三浦九段対黒田五段戦と、注目対局目白押しですね。そして後半戦2月25日金曜日、竜王戦1組久保九段対佐藤和俊七段、そして王位リーグ西尾七段対近藤七段、叡王戦決勝トーナメント、八代七段対服部四段、そして棋聖戦決勝トーナメント、森内九段対山崎八段、
そして同じく棋聖戦決勝トーナメント渡辺名人対島九段の戦いもあります。こちらも、木曜日金曜日と注目対局目白押しですね。そして2月26日土曜日 OE リーグ豊島九段対黒沢六段戦、そして2月27日 NHK 杯豊島九段対佐藤天彦九段、そして2月28日は竜王戦1組永瀬王座対松尾八段戦が行われます。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。